にですね、どこにあったんですか。ないじゃないですか。この前福井からめっちゃ適当にベルトしただけで帰ってきましたけど。動かないですね。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、お疲れ様です。本舗中です。今日はね、このトワカーゴの新車、僕が前奈良から持ってきたやつかな、ちょっと番号シャバン忘れたんやけど、そのトラックを、大分肘支店に、持っていきます。ほんで、ちょっとね、今日時間ね、5時半やねんけど、南港の、南港からサンフラワー乗って、行きます。2回目です。ありがとうございます。はい。ということでね、今日は大分肘支店まで、新車改装、します。ちょっとね、最近トラックの改装の仕事が増えて嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと工事は暇やから、助かります、ほんま。はい。もうね、出発前に燃料とアドブル満タンにしたから、もう完璧です。大阪、お昼何時頃だな、3時とか2時3時頃、めっちゃ雨降ってんけど、今天気めっちゃ晴れてきて、よかった。すっごい雨やって、台風の影響かなと思ってんけど、じゃあね、僕はこのまま、大阪南港まで向かいます。東大阪から環状線まで渋滞5キロ、5キロぐらいやったら、まあまあ別所内かな。別所内ってどういう意味なんやろな。なんかこのスーパーグレートは寒冷地仕様らしくて、社長もなんか別に間違えたわけではなくて、あれね、寒冷地仕様なんですよってこの前言うとって、大分って雪降るんですかってなってんけど、いや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 、もう新潟とかね降るでしょって言うから、あ、新潟行きなんやと思って、新潟行きっていうわけじゃないと思うねんけど、もし雪降るところの仕事があったら、もうこれ乗ってるドライバーさんが優先して行けるんやなと思ったら、そうそう、羨ましいな思って。羨ましくないか。最近もう雪道なんか全然走らんから、もう多分雪国いた頃怖いと思うわ、ほんまに。でも雪国行ったらいつも思うねんけど、あれ地元の人ってなんであんなにめっちゃ速度出しても止まれんのかなとか、いや、たまに止まられへん人もおるけど、あれなんでかなと思うわ。なんかタイヤが全然違う、雪国仕様なんかなと思うんやけど、気のせいなんかな、ちょっとわからん。もうなんか慣れないよな、あれな。もう俺なんかもうめっちゃビビるから、ちょっとスタートレス入っとってもちょっともうゆっくり走るけど、ブッシュで行くから、なんかタイヤちゃうんかなって思う時あるわ。やっぱ4等車乗ってんだけど、配達でやっぱ大型で ETC くぐるときはやっぱ怖いな、幅がいっぱいいっぱいやもんな。さあ混んでるな、ちょっとな。そうやけど、今から大分肘支店に行くねんけど、大分前行ったときもごっついお昼ご飯食べさせられたで。ちょっとみんなで行って、あれなんていうお店だったかな、もうすごかった。もうこのトラックのハンドルぐらいの皿あったんちゃうかな。お店の名前忘れて思った。ちょっと後でまた YouTube で調べておきます。入ってくるの。そうデイスケ、デイスケや。そうデイスケってもう洗礼受けたわ、ほんまにすごかったで。俺やっぱ大分といえば鳥天定食っていうイメージだったから、鳥天頼んだけど、ものごっつい量入っとった。もう次の日の朝まで、なんか、口に
入れんでもええなみたいな感じだったもんな。そう、じゃあ明日の予定がわからんねんけど、デンスケもな、波盛りがあったらええねんけど、あれ出てきたらもう夜何にも口は入れへんから。そうそう、もうデンスケあそこはほんまもう爆弾やで、あれ。あれはやばい。でも行きたいねんな。今悩んでんねん。デンスケ行きたいねんけどなぁと思って。でも夜何も食べられへんようになるしなぁと思って。うわぁと思って今悩んでんねん。そう。どんな悩みやねんってな。そう。デンスケ行きたいなぁと思って。あ、眩しい。よし、これなんか神戸方面混んでるな。神戸方面に行くやな、みんな。気をつけて。ください。そう、これあのショートキャブってめちゃくちゃ運転席高いね、背が高いねんな、これもうめっちゃ上やで、ブワーってなんか横にプロヒアが並んでもなんかめっちゃグワーって上から目線になってます。すいません、なんかグッてなってる、なんかエンジンの置き方がちゃうから、ほんでキャビンがちょっとグッて高くなってるのかな。やっぱりなんか清水さん聞いたけど、さっぱり忘れてもた。よいしょ。そんな感じでね、とりあえずもう渋滞抜けるんちゃうんかなと思うんだけど、南高はなんか散歩が関係ないな。南高北で降りるから、南高北で降りて、プリーンと回って行きます。じゃあ、天保山で降りて、下道でなんかこうトンネルグーンって行って、行った方が早いかなとか思っていろいろ考えてんだけど、まだ考えてんだけどな、そう。何年トラック乗ってんねんっていう話やろ。これな、何年乗っててもな、みんなそうやと思うんだけどな、もうずっと考えてると思う。同じとこ行くのに、うわ、どの道で行こうかなっていや、そんなことない、みんななんかいつも先導行ってんのに、どの道で行こうかなとか、何時間かかるかなとか、なんかそんな考えへん、先導行ってるのに。まあ渋滞とかはもう日々変わるからな、ちょっとあれやけど、まだ考えてまうわ。トランスポートでした。あ、鳴らされるから。あ、熱中症対策者や。熱中症対策ボディや。はい、熱中症対策ボディでした。バイバーイ。ドライバーさん、いってらっしゃい。曲がって、左曲がってギュッといったところですね。つけたら見えへんようになんねんな、だからな、逆に平行に止まっとかなかにな。うわー、サンフラワー見えてるわ、でっかいわ。また乗させていただきます。2回目です。すいません。なんか襲名みたいなおっちゃんがおってんけどな、今日は
年上のおっちゃんみたいなのおってんけど、ちょっと後ろが軽トラ来てるからさっき言ったもの。あそこ止めたらええんかな。2回目やねんな。そうか。換気さんの駐車場なんですよ。前僕ね、そう、言われて、そうそうそう。どこでもええんかな。システムがわからない。わからん。この後ろに並ぼう。よっしゃ、とりあえず到着しました。ここでええか。行ってきます。よいしょ。サンフラワーを写真撮る俺です。写真じゃない、動画やな、はい、今日はこのサンフラワー乗ります。別府行きです。はい、